俺の名前は木村大樹。7年前に最愛の妻を亡くして以来、仕事一筋の独身を貫いた。悲しみに暮れていた俺を献身的に支えてくれていたのは、女医の義士だった。亡くなった妻以外を愛せない俺は、義士に対しては一切の下心がなかったが、義士はそうでもなかった。彼女は終電を逃した俺を家に誘ってきて、あゆみ、もう7年だな。俺もとうとう30になっちまったよ。俺は仏壇の前で写真に話しかける。今日は俺の嫁であるあゆみの7回忌の法要があった。あゆみと俺は同い年で、大学1年の必修講義の教室で隣になり、初めて喋った。同じバンドが好きということから意気投合し、若さも手伝って燃えるような恋愛をした。だが2年生の時に歩みに癌が見つかった。発見が遅れたせいで余命宣告をされ、俺たちは幸せの絶頂からどん底に落とされた。俺は歩みを愛していた。彼女がいなくなっても俺たちの愛の形を残せないかと思った。考えた結果、俺は両親の反対を押し切り、あゆみと入籍した。結婚式は、病室に神父さんをこっそり呼んで、二人きりで行った。あゆみは、私がいなくなった後、大輝には新しい相手と幸せになってほしい。結婚なんかしなくていい。と言った。でも俺は、あゆみを説き伏せて入籍した。あゆみ以外を好きになることなんかないと宣言した。そして彼女が亡くなって7年が経つ今も、その約束を守り続けている。無理しているわけではなく、誰のことも恋愛的に見ることができないのだ。このまま一生独身で、仕事に打ち込んで生活するつもりだった。翌日の朝、出勤前に携帯を見ると、一件のメールが来ていた。おはよう。今日からもまた1年、元気で頑張りましょうね。メールの送り主は義士の京子。あゆみの実の姉で、俺たちより一つ年上。職業は女医をしている。彼女が医者を目指したのは、あゆみの癌がきっかけだった。理系の別学部から医学部に転校し、あゆみのように病気に苦しむ人を助けたいと思ったそうだ。京子は大学時代からずっと俺たちの味方をしてくれた。俺とあゆみが喧嘩したり、別れそうになったりした時、相談に乗ってくれた。癌が発覚した後、一番俺たちに寄り添い、理解してくれた。病室にこっそり神父さんを呼んでくれたり、婚姻届の保証人になってくれたのも彼女だ。俺は歩みや京子との思い出を振り返りながら家を出た。途中で傘を忘れたことに気づいた。天気予報では午後から台風が来て大雨になると言っていた。引き返す時間はなかったから、そのまま電車に乗った。早速傘を忘れたよ。俺って未だに歩みがいないと何もできないな。今日は台風に吹かれて帰るよ。京子は傘忘れるなよ。そんなメールを返信した。すると、こう返ってきた。今日は私、車で通勤するから、大輝の職場に傘届けようか。いいのか？通り道だからいいわよ。10分くらいで着くからね。京子がそう言ってくれたので、俺は会社に着くと、エントランスで待った。10分もかからずに、京子の車が止まった。台風に吹かれて帰るなんて、風邪ひいたらどうするのよ。またバカやってるって、あゆみに笑われるわよ。そんなことを言いながら、京子は俺に傘を渡し、ついでにと言って缶コーヒーもくれた。そんな小さな気遣いや優しさが、とても嬉しかった。あゆみが亡くなってから、俺たちは義兄弟として、寄り添って生きている。俺は、それで満足だった。しかし、そんな俺の平穏を壊す人物が現れた。ちょっと木村さん、
今の木村さんの彼女？畑中さん、おはようございます。いえ、あれは俺の義理の姉です。京子の車が去ると駆け寄ってきたのは同僚の畑中さんだった。京子さんって木村さんのお姉さんだったの？初耳だわ。え、京子のことを知ってるんですか？同じヨガ教室に通ってるのよ。そうなんですか、偶然ですね。でもね、彼女があんなにはしたない人だなんて思わなかったわ。え？俺は耳を疑った。プライベートでの家族という立場でも、女医という立場でも、京子はとてもきっちりしている。常識もあり、温かい心を持っている。はしたないだなんて、彼女から一番かけ離れた言葉だ。畑中さんはニヤニヤとして続けた。京子さん、どう見ても木村さんに惚れているわよ。あの顔は姉の態度じゃないわ。そんなことないと思いますよ。彼女は妻の姉です。それ以上はないです。木村さんはそう思っていても、京子さんの方は違うはずよ。義理とはいえ、弟に対して下心丸出しで近づくなんてね、ちょっとありえないわよね。俺はそれ以上京子をバカにされることに耐えられず、失礼しますと畑中さんを追い越してオフィスの中に入った。俺はその日は定時で上がれた。帰る頃にはものすごい風雨で、なんとか傘をさして最寄り駅まで歩き始めた。その時だった。ナイキ？え、京子？車道を見ると京子の車が信号待ちをしていて、運転席の窓を開けて京子が顔を出していた。今帰りでしょ？そこに止めるから乗って。こんな雨じゃ傘があっても濡れてしまうわ。京子こそ窓を閉めた方がいいよ。京子は少し先の路肩に車を止めてくれて、俺は急いで助手席に乗り込んだ。わざわざ迎えに来てくれたのか？ちょうど私も仕事が終わったから、通るだけ通ってみようって。ビンゴだったわね。京子はそう言って楽しそうに笑った。その笑顔はとても清楚で、少し無邪気で美しい。京子の行動はどう考えても、俺の義士として、家族としてしてくれていることだ。俺は畑中さんに言われた、下心丸出しではしたない、などという悪意ある言葉を思い出したが、そんなの嘘だと確信した。京子にも笑い飛ばしてほしくて、俺は今朝のことを喋った。ってことを言われたんだよ。京子、ヨガ教室一緒だって本当なのか？ええ。本当よ。そうなのか。じゃあ教室ではもう関わらない方がいいぞ。俺たち兄弟の絆に向かってはしたないだなんて、ほんと失礼だよな。あのね、言いにくいんだけど。京子はそう言って口ごもったが、決心したように言った。教室が一緒なことだけじゃなくて、私が大輝に義士以上の思いを持っているのも本当なの。え？大輝が歩みを愛していることは知っているわ。だから気持ちはずっと隠していたの。でも女の勘って鋭いのね。まさか畑中さんに見抜かれるなんて。じゃあ今まで京子が俺の面倒を見てくれていたのは、義士としてじゃなく俺に下心があってのことなのか？半々といったところかしら。女として見てもらえないことは分かっていたから。いえ、ごめん。こんなこと言わない方が良かったわね。忘れてちょうだい。思いがけない展開に俺は困惑した。どう返事していいか分からず、二人とも沈黙した。そのうちに俺の家に到着して、俺は逃げるように車を降りた。今日もお疲れ様、またね。と、いつも通りの挨拶をして去っていった京子のことが、今までと全く違う女性に見えてしまった。あゆみ、俺はどうしたらいいんだ。
それから俺と京子の関係はギクシャクし始めた。今までは一日に一回はメールしていたし、京子が俺の家に来て料理をしてくれたり、一緒に食事に出かけたりすることもあった。それは歩みが亡くなって落ち込み、生活もままならなくなった俺を助けるために京子が率先して始めてくれたことだ。そのうち習慣になり、7年経った今でも続いていた。それらはすべて義士としての行動だと思っていたが、下心が理由だったんだ。その証拠に、その日以来京子はそういったことを一切してくれなくなった。一人暮らしで両親ともあまり仲良くなかった俺は一気に孤独になった。その代わり、会社では畑中さんが俺に絡んでくるようになった。そんな状態のまま台風の日から1ヶ月が過ぎた。仕事が繁忙期だったので、俺はギリギリまで会社にいて終電に駆け込んで帰るつもりだった。新卒の頃から毎年この時期は同じことをしていたから慣れたもので、同じ部署の同僚数人と一緒にギリギリの時間に終電に向かって走り出した。俺の体感は完璧だった。誰にも邪魔されなければ間に合うはずだったのだが、え、うわ、俺の後ろを走っていた畑中さんが突然転んで俺の背中に覆いかぶさってきた。俺たちは一緒に歩道に倒れ込んだ。畑中さん、大丈夫ですか？早くしないと終電が。足をくじいちゃったみたい。え、立てますか？難しいわ、おんぶして。そんなやりとりをしている間に終電の時間になってしまった。終電なくなっちゃったわね。畑中さんはそう言いながらにやりとして立ち上がった。足をくじいたと言っていたのに変だ。嘘をつかれたと分かった。終電に間に合わなくなるようにわざと転んだんだ。俺は一歩後ずさった。木村さん、私の家ここから歩いて一駅なの。仕方ないから今日は私の家に泊まっていかない？いや、遠慮します。俺はタクシーで帰ります。そんな固いこと言わずにいいでしょ。強引な畑中さんにどう対処しようか迷ったその時だった。ナイキ、京子。あの台風の日の時のように京子の車が颯爽と現れた。運転席の窓から京子が顔を出した。ナイキ、送っていくから乗ってちょうだい。畑中さんは一駅だから歩けるわよね。ダメよ、木村さんは私の家に泊まるんだからね、木村さん。女性たちがバチバチと火花を飛ばし始める。俺は畑中さんに言った。畑中さん、俺は車で帰ります。足普通に立てるなら大丈夫ですよね。ダメダメ、あんな姉の皮をかぶったはしたない女といたらあなたも不潔になってしまうわ。あの、畑中さん、お言葉ですが、京子ははしたない人間じゃないです。人のことを侮辱しているあなたの方がよっぽどはしたないですよ。な、驚愕している畑中さんを置いて、俺は京子の車に乗り込んだ。発進してすぐ京子が言った。畑中さんより私を選んでくれてありがとう。いや、当然だよ。あの人わざと転んで終電に遅れさせたんだ。足をくじいたふりもして見え見えの嘘でさ。さっきの大輝すごくかっこよかった。京子はしみじみとした様子でそう言った。俺は気まずくなり話題を変えた。それにしてもどうして俺が終電逃すってわかったんだ？しかもこんな夜中なのに迎えに来てくれるなんて。毎年この時期大輝の会社は繁忙期でしょ。それに畑中さんがヨガ教室で私に宣戦布告してきたの。え、宣戦布告？あの人も大輝のことが好きなのよ。気づかなかった？じゃあ京子は畑中さんと勝負してその勝負に勝ったってことか。
でもそんなこと二人の間で決められても俺は。そのことなんだけど、よかったらうちに泊まって。え？大輝に見せたいものがあるの。とても大事なものだから、それを見ればきっと分かってくれると思う。京子は真剣な声でそう言った。俺は京子の車で彼女の家まで行った。女医の彼女は同年代女性より稼いでいるが、決して贅沢はせず、一人暮らし用のマンションで暮らしている。綺麗に片付いた部屋に入ると、京子はお茶を入れてくれた。そして俺に一通の手紙を渡してきた。これは歩みの遺書よ。私宛てのものだけど、大輝にも読んでほしい。俺は言われた通り遺書を読んだ。歩みの手書きの文字を見るだけで俺は泣きそうだったが、ぐっとこらえて読み進めた。大輝には私のことを忘れて幸せになってほしいから、もし30歳まで結婚してなかったらお姉ちゃんがもらってあげて。私の一生のお願い。その一節を見て俺は息を呑んだ。歩みの気持ちを知って俺の理性は崩壊した。涙が流れてきて止まらなかった。その間、京子は俺の背中をさすって慰めてくれた。じゃあ京子は歩みに頼まれたから俺を好きになったってことか。きっかけは歩みだったけど、好きになったのは私自身よ。あなたたちが愛し合っていたのは私が一番知っていたもの。歩みの願いだろうと割り込むなんてできない。そう思っていたわ。だから歩みには悪いけれど、一生義手としてあなたを支えるつもりだった。だけど本気になってしまったの。京子はそう言って俺をまっすぐ見つめた。真剣な目をしていた。ここには30になったらって書いてるけど、俺の誕生日は半年前に過ぎてるぞ。女として見てもらえないことは知っていたから言わないつもりだったの。でも畑中さんのことがあって、思い切って打ち明けることにしたのよ。そうだったのか。俺は歩みの手紙と京子の言葉をもう一度噛みしめてよく考えた。京子は俺に恋愛感情を持っているにもかかわらず、俺が歩みを愛していることを尊重してくれた。畑中さんの登場がなければ一生身を引く覚悟をしていたのだ。京子の深い愛情に俺は胸を打たれた。歩み以外の女性を愛することはできないと今までずっと思っていたが、京子に対する愛が心の底から湧いてきた。他の女性を好きになることは歩みを裏切るような気がしていたが、他でもない歩みが京子に頼んでいたことを知って気持ちも軽くなった。俺、京子の気持ちを受け入れたい。京子、こんな俺だけどもらってくれるか。嬉しい。私、これからは妻として大輝を支えられるのね。京子はそう言って俺に抱きついてきた。俺も京子を抱き返した。深夜の部屋で俺たちは結ばれた。その後、畑中さんが会社で俺に絡んでくることはなくなった。俺は安心して京子との新しい人生を歩むことができた。そして半年後、31歳になった俺は京子と再婚した。両親は亡くなった妻の姉と再婚するなんてけしからんと難色を示してきたが、何がけしからんのか俺には全く理解できなかった。確かに俺と京子は今まで義兄弟として支え合ってきたし、俺は義士としてしか彼女を見られない時期もあった。でも彼女の思いを受け止めると決めて付き合い始めてから、俺は京子に対する深い愛情を感じるようになった。妻として彼女を愛することができると分かったから結婚を決めた。歩みと結婚した時と同じく、俺は両親の反対を押し切って京子と一緒になった。
それから10年経った今もそのことに後悔はない。俺と京子の間には娘が一人生まれ、今は家族3人で幸せで穏やかな生活を送っている。天国にいる歩みも俺たちを見て笑ってくれていることだろう。これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴いただきありがとうございます。今回の馴れ初めストーリー、良かったと感じた視聴者様はいいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。それでは次回もお楽しみに。